簡単で正確に折れる六つ折りの折り方です。普通は三角から折りますが、四角から折り始めます。長方形に折ったら、それを半分に折ります。そしてこの折り目に合わせてさらに半分に折ります。ここを半分に折ったまま、ここから斜めに折ります。すると60度ができます。半分に折った部分を開いて後ろ側に回して折ると、ぴったりと六つ折りが折れます。雪の結晶を作ってみましょう。これをさらに半分に折って12折りにします。ここに大体の形を書きます。下に新聞などいらない紙を引いて切っていきます。まず線に合わせて大まかに切ります。その後、細かく切り込みを入れていきます。ゴミは下に敷いた新聞と一緒に丸めて捨てましょう。開くときは一折りずつゆっくりと折り目を伸ばしながら開いていきましょう。切り方を変えるといろいろな雪の結晶ができます。